瞬間センチメンタル、少女 S、 春風など多くの名曲を生んだスキャンダル。当バンドはボーカル・ギターの春菜、ギター・コーラスのナミ、ベース・コーラスのともみ、ドラム・コーラスのリナの4人組バンドだ。4人はもともと同じ系列のボーカルダンススクールに所属しており、ともみとリナは大阪校、春菜とナミは名古屋校に通っていた。そのスクールの講師が、楽器をやってみないかと生徒たちを誘い、生徒たちは楽器を始めるも、ダンススクールだったのでほとんどの生徒が途中で挫折してしまう。そうした状況の中、挫折せずに楽器を取り組み続けていたのが春菜、ナミ、ともみ、リナの4人だった。そして2006年、彼女たちは大阪の京橋でバンドを結成。イベントの出演が決まったのに、まだバンド名が決まっていないと悩んでいたところ、スタジオが入っていたビルの看板にスキャンダルという文字を発見。セクキャバ風俗の店名だったのだが、ノリでバンド名に採用した。こうしてスキャンダルというバンド名を掲げた彼女たちは、大阪城公園の白天ストリートでストリートライブを行ったり、関西にあるライブハウスでライブを行ったりと地道な活動に取り組んでいく。2008年にはタワーレコード限定のインディーズシングル恋模様、かげろうなどを続々と発売。現役女子高生バンドとして話題を呼び、恋模様とかげろうがタワーインディーズチャートの初登場1位に輝いた。その後、フランスや香港で開催されたジャパンカルチャーフェスティバルへの出演や全国ツアーの開催、またラジオ番組スキャンダルのドーンの放送開始など勢いに乗っていく。そしてシングルドールでメジャーデビューを果たした。メジャーデビューの3日目にはミュージックステーションに出演、その翌日にはミュージックフェアにも出演し、一気にブレイク。2009年には原宿で行われたサードシングル少女 S の発売記念イベントの当選倍率が100倍になるほどの人気ぶりに。急遽用意した当日券もわずか3分で配布終了となった。なお少女 S はアニメブリーチのオープニングテーマにも起用され話題となった。またファーストアルバムベストスキャンダルがオリコンアルバムランキングで初登場5位を獲得。その年の日本レコード大賞では新人賞を受賞するなど勢いは止まらない。2012年には結成から5年7ヶ月というガールズバンド史上最速のタイミングで日本武道館でのワンマンライブを開催。さらに翌年には彼女たちが目標に掲げていた大阪城ホールでのワンマンライブも成功させた。大阪城ホールでは約1万人を動員し、バンド史上最大規模の単独公演となっている。また2015年にはアメリカ、イギリス、フランス、中国など世界8カ国を巡るワールドツアーを開催。そんなスキャンダルは2016年にバンド結成10周年、2018年にメジャーデビュー10周年と大きな節目を迎えた。と同時にメンバーの中で、次はどうしようか、もっとワクワクしたい、新しいことがやりたいという気持ちが芽生えていく。そこでプライベートレーベルハーを設立することに。自分たちならもっと上回れるはずだとの思いで踏み出した一歩だった。この一歩を踏み出したことで、まだまだこの4人でやっていけると感じた彼女たちは、2020年にプライベートレーベル設立後初のアルバム Kiss from the Darkness を発売。マジで最高のやつですと語るほどの自信作で、オリコンランキング5位にランクインした。こうして順調に活動を続けながら新たな道にも挑んでいるスキャンダル。彼女たちの勢いは今後も加速していきそうだ。このチャンネルではこのような漫画をどんどん投稿していくので、見逃したくない方はチャンネル登録・高評価よろしくね。また他のアーティストのリクエストがあればコメント欄にお書きください。